できた。お母さん、これタコさんとこお届けするんだったわね。あ、そうそう、タコさんにはまだもなかのほらお返しもしてないからね。私待ってく。わかめ、あんた大丈夫？ほんの一つですけどってご挨拶するのよ。うん、ほんの一つですけどっていうのね。そうよ、風呂敷私が包む。そう、うん、気をつけてね。さあ、お毒味だ。サザエもどう？うん、美味しそうね。ごめんください。あ、こんにちは。先だってご相談しました防犯ベルのことでございますけど、電気屋さんが来てくれましたのよ。うちの方はもう工事終わったんですけどね、お宅の方のお取り付けになる場所は？わかめ、どこ行くんだい？いいとこ。それなんだい？いいの。当てたらあげる。当てたらきっとくれるかい？あげるわよ。そうだね。うん、どうせ当たんないもん。何かしら、当てるの？みんな黙って、僕が当てるよ。おはぎだ。あ、当たっちゃった。あれ見ろ、出すよ。約束だから仕方がないや。ほんの一つですけどって。一つずつよ。うまっ、おいしいぞ。甘いし、うまいな、うまいな、うまっ。ごめんください。はい。あら、いらっしゃい。おばちゃん、これおはぎ、ほんの一つですけど、どうぞ。まあ、それはそれは、わざわざ恐れ入ります。さよなら。わかめちゃん、ちょっと待って、わかめちゃん。まあ、